皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は管理栄養士おすすめの野菜と海藻ベスト5をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目はですね、野菜からになります。モロヘイヤですね。モロヘイヤはですね、茹でて使うと思うんですが、茹でるとすごいぬめりが出てきます。あのぬめりというのはですね、ムチンという成分になっていまして、糖タンパクの一種になります。このムチンが出ることによってで、急激な血糖値の上昇というのを抑制してくれたりですとか、コレステロールの排出も促進させてくれる、働きがあります。モロヘイヤにはですね、その他ベータカロテンも入っています。ベータカロテンって聞くと人参とかを思い起こす方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、このモロヘイヤに入っているベータカロテンというのは人参よりも多く含まれています。ベータカロテンの働きとしては抗酸化作用ですねになりますので、動脈硬化の予防ですとか、あとは細胞の老化も、抑制してくれる、そういう働きをします。その他にはですね、カルシウムが入っていたり、ビタミン E やビタミン K というのもですね、豊富に入っておりますので、一つ目の野菜はモロヘイヤをご紹介させていただきました。では二つ目の野菜は豆苗になります。豆苗というのはですね、エンドウ豆の豆を発芽させたものになります。こちらの豆苗にはですね、結構いろんな栄養素が入っていて、ビタミン、ミネラル、タンパク質も実は摂ることができます。その中の、ビタミンとしては特に注目したいのが、ビタミン C とビタミン A になります。そしてその他にはビタミン K や葉酸といったビタミンも摂ることができますので、結構いろんな栄養素が摂れるというところで豆苗をおすすめさせていただきます。3つ目はですね、ブロッコリースプラウトになります。ブロッコリーの種をですね、発芽させたものですね。最近スーパーとかでもどこでも見かけるのかなというふうに思うんですけれども、貝割れみたいなパックに入って下に根っこごとくっついて売られているものですね。こちらになります。こちらのスプラウトなんですけれども、実はですね、ブロッコリーよりも栄養素が多く含まれています。主にですね、カルシウムですとか、あとビタミン系、そしてまた抗酸化作用のあるベータカロテンですね。ぜひまだ試されたことない方、いらっしゃるかと思いますので、試していただければと思います。食べ方としてはですね、洗って切ってで、もうそのままサラダとかに入れていただいたり、スープなんかに入れていただいても使えるかと思います。そしてこのブロッコリースプラウトと、先ほどの豆苗もそうなんですけれども、使う時に包丁で根元のところから切ります。で、切り落としたその下の根っこがついてるとこですね、それをですね、また水につけて置くと、どん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 また芽が出てきて、実はまた食べることができますので、結構で栽培されてる方もいらっしゃるかと思いますので、何度も楽しめるっていうね、そういった楽しみ方もできるかと思いますので、ぜひ使ってみていただければと思います。4つ目はですね、海藻からいきます。海藻いろいろ迷ったんですけれども、どれも共通して入れるところで言うと、食物繊維を多く摂ることができるっていうところがすごく魅力かなというふうに思ってます。その食物繊維でプラスアルファというところで、4つ目はですね、ひじきを選ばせてもらいました。ひじきはですね、カルシウムや鉄、ベータカロテン、これらを一緒に摂ることができます。鉄なんですけれども、実はですね、これは精製方法によって、どれぐらい摂れるのかっていうところが実は変わってきて、作る時に鉄鍋を使って、ひじきをいって作っているものであれば、鉄も、たくさん摂ることができます。ただ最近ですと、なかなか鉄鍋ではなくって、違う鍋でね、作られているものもあるみたいなので、そういったものですね、ちょっと鉄を摂ることができないんですけれども、カルシウムとか、摂ることができますので、食物繊維プラスアルファ摂れるというところで、ひじきをおすすめとさせていただきます。そして最後5つ目はですね、海苔になります。海苔はですね、ベータカロテン、ビタミン C とビタミン E を摂ることができます。実はそれ以外には必須アミノ酸ですね、タンパク質なんですけれども、タンパク質の中の必須アミノ酸っていうのは、体内で合成することができないアミノ酸なんですけれども、こちらを含んでいるっていうところも海苔の魅力かと思います。そして海苔もね、ほんと手軽に使うことができますので、ぜひおにぎり作った時は
海苔も一緒に巻いて食べていただくといいんじゃないかなというふうに思います。海苔はですね、いろいろ種類あるかと思うんですけれども、韓国海苔であったりとか味付け海苔とかあるかと思うんですが、いずれも海苔ですので、今言ったところの栄養素というのは取れるかと思います。ただですね、味付きのものっていうのは、塩分が多かったりしますので、食べ過ぎだけは注意していただければなというふうに思います。今日は管理栄養士おすすめの野菜と海藻ベスト5をご紹介させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。